ブロムバフハタールはドイツ連邦共和国ヘッセン州オーデンバルト軍に属すマチソン。ブロムバフハタールはオーデンバルト中央部バートケーニヒの近郊に位置する。ブロムバフハタールは北と東はバートケーニヒ、南はミヒエルシュタット、西はライヒエルスハイム、ブレンツバフハと境を接する。この町は5つの地区からなる。ビルカート、ベルシュタイン、 ヘムバッハ、キルヒブロムバッハ、ランゲンブロムバッハである。ブロムバッハタールの議会は19議席からなる。ビリクレーデルは2004年7月11日の選挙で66.9%の票を獲得してブロムバッハの町長に当選した。キルヒブロムバッハ地区には15世紀半ばに建設されたプロテスタント教会がある。この教会には五百十八年頃に作られた 聖アルバンの多翼祭壇がある。この教会は宗教改革まではマインツのザンクトアルバン修道院に属した。この町は連邦道 B45 号線と B47 号線で交通網に接続している。ありがとうございます。